アンビュランビラスを解説紹介でございますハリウッドの破壊王ですよねとにかくぶっ壊してぶっ壊してっていうのが演出がすごい全員頭が悪いっていうのがもうたまらない感じですねはい今日もみんなでシネマティークどうも映画コメンテーターリブラコンです今回も動画をご覧いただきありがとうございますそれでは今回のテーマはこちらですアンビュランスを解説紹介でございます と、えー、ということで,ですね、まあ、新作映画「アンビュランス」いよいよ公開ですアンビュランスって何っていうとですね直訳すると救急車っていう意味なんですねしかもマイケル・ベイ監督ですよ久しぶりにメガホン取りましたね集大成ですまさにワンヒュエーションの劇場に乗る映画っていう感覚でしたね、はい、ここにも書いたんですけどもまさに乗り物パニック映画の金字塔と言ってもいい新たな新作が出てきたなという感じがします あのー、乗り物パニックね、僕すごい大好きなんですよ。で、映画館と乗り物パニックってすごく相性が良くて、目的がね、すごく似てるんです。というのも、えー、例えば乗り物って、ドア開けて、座って、ドア閉じて、で、目的地に着いたら初めてドア開けて、降りるわけじゃないですか。映画一緒ですよね。はい。映画もドア開けて、で、あの、座って、で、映画が終わったら、立って、ドア開けて出る。 非常にね、その空間の中にいるというものではすごく相性がいい。ということでね、えー、ちょっとね、このマイケル・ベイの復習から行きましょう。トランスフォーマーシリーズ、アルマゲドン・バットボーイズシリーズ、パール・ハーバー・ザ・ロックというようにハリウッドの破壊王ですよね。とにかくぶっ壊してぶっ壊してっていうのが演出がすごい。あとやっぱりトランスフォーマーの時もそうでしたけど、カメラアングル変わりすぎっていうね。 もうガシャガシャしてで、あの、カメラも動く、人も動く、もう全体的になんかカメラもアクションしてるっていう、まあそういうね、印象がありますけども、それの集大成ですね。好き嫌いは綺麗に分かれます。で、あの、トランスフォーマーのマイケル・ベイ監督がジェイク・ギレン・ホールを主演に迎えて、強盗を働いた元軍人の主人公が、瀕死のですね、警官を乗せた救急車で逃走劇を繰り広げるっていうノンストップアクションです。ちょっとね、これね、ストーリー簡単に解説していきますね。 あのー、元軍人のウィルっていう人が、癌に侵された奥さんいるんですけども、手術の費用を工面しようといろいろやるんだけども、まあ当然自分ではなかなか稼げないし、それから保険も降りないってところで、血の繋がっていないお兄さんがいるんですね。これをダニーって言うんですけども、これをジェイク・ギレンホールが演じております。で、えっ、ー、と、結局お兄さん助けてよって行くんだけれども、このお兄さんはですね、実はあのー、まあ、ちょっと悪党なんですね。 うん。で、お兄さんが嫌で実は、あの、離れて暮らしてたんだけども、犯罪に手を染めて、銀行強盗したら36億円の大金が入るからお前も一緒にやろう、みたいな。まあ、マイケルベイらしいですね。いきなりね、お兄さんに相談したら銀行強盗やろうっていうね。そんな話ってなかなかないですよ。え、36億円儲かるから、急にマイケルベイ感がここで出てくるわけですね。で、あの、結局銀行強盗するんだけれども、途中でやっぱり計画がうまくいかないわけですよ。で、 警官をバーンと思わず撃たされなかったんです。そしたらアメリカってですね、警官撃つとめちゃくちゃ罪重いんですよ。もう出てこれないぐらいめちゃくちゃ罪重たいんで、やべえ、警官撃っちゃったっていうところから、たまたまね、その、人が撃たれてますってって救急車がビューッと中に入ってきてたんですね。ただ、その救急車のドライバーを引きずり下ろして、この救急車を乗っ取って逃げようっ,つって、さあ逃げようっ,つってブワーンって行くとですね、なんと、その、 警官を運び込んだ人と、それから、ここに出てくるキャムっていう女性。これはあのエイザ・ゴンザレスっていう、もういわゆるマイケル・ベイさんが大好きなんですね。ミーガン・フォックス・ガオっていうね。もうエロいエロい女の子が出てくるわけですね。この女の子が、もう一生懸命こうやって救急の対処、処置をやってるわけですね。そしたら、ちょっと今この怪我人を助けられたんです。わかったかってうるせえよだって言いながらも、その、あの、チームが、 その警官がブワーっと周り、銀行強盗している銀行の周りをですね、救急車で逃げようとするって話なんですよ。そしたら、うまーく、ごまかしながらね、今、患者さんいるからなって、ね、あ、お前たちはなんだっすあの、はい、救急隊の者のです。なんて言って、うまくそこ嘘を言って、バーンと、外で逃げるわけですね。ただ、そんなのもつかの間、やばい、あいつらが犯人で救急車で逃げたのかっていう情報がすぐに出回りますよね。で、もう、 アメリカ中のですね、本当にもう警官たちが、わーっと無線で連絡して、もうヘリが出る、もうここもマイケル・ベイカーありますね、もうトラック出る、もうなんか護送車両出る、パトカー、ウィーンってってもサイレンかなんか、うわーんと回して、ガーッと出てくるわけですよ。で、もうね、このロサンゼル市中を、猛スピードでこのアンビュランスが逃げていくっていう話なんですね。 はい。なんとなくもう、マイケル・ベイカン、ざっくりしたらわかりますよね。はい。ということで、まあ、キャスト、ジェイク・ギレン・ホールも素晴らしかったですよね。彼はね、悪役をやらせたらめちゃくちゃうまいですよね。スパイダーワンのファーフロムホームのあの役も僕大好きですし、ナイト・クローラー、ゾディアック。なんかね、こう、なんか、昔はこう、ヒーローみたいな役柄が多かったんですけど、最近年を重ねていくとこういったね、悪役うまいな。 ちなみにこれは2005年製作のデンマーク映画の 25minutes というのが原作であってそれのリメイクですよということですね。さあ、それではここからですね、私有村コンの3つの見どころを解説してまいります。まず1つ目、エキサイティングなカメラワークです。これもマイケル・ベイ特有ですよね。常にカメラもアクションしてる。あのー、人物がですね、なんか話している時も あえて望遠レンズ使うんですよね。望遠にして、ちょっとこう画面を動かすんですね。もうガクガクに動くんですよ。うん。っていう緊張感がなんか、なんかやばいことが起きてるんだろうというのが常にあります。それから今回ね、特に目立ったのがドローンの撮影でしたね。ドローンを多用してて、ビルの屋上からドローンがスーッと下降りてって、トラックの横をシューッと張ってくっていう、救急車の横をシューッとドローンが行くっていう、かなり多用してて、やりすぎ感ありまくりです。はい。 もうアドネナリンが出っ放しというね。なので、まあ意味のないズームと、あ、意味のないっていうとちょっと言葉がきつかったですね。全くもって意味のないズームとですね、ドローンを使いまくってるっていうのが一つの特徴です。それがもう一つ。ワンシチュエーションな、秀逸な台本ですよね。まあ本来ならばね、バットボーイズ2バットみたいに、トランスフォーマーみたいに、もう犯人が乗ってる車をすぐに攻撃してぶっ潰せばいいんですよ。マイケル・ベイは今までそうでした。ただ、今回。 重病人の患者さんが乗っているんです。だから、うかつに攻撃ができないんです。ここがうまいよね。あの、変な話、もうワイシチュエーションなんですよ、この映画。ずっと救急車が逃げている、あの手この手を使って、えー、警察が追ってくる、でもあの手この手を使って犯人側は、このキャムっていう女の子もうまく使いながら、ずっと逃げてくって話なんですよね。だから攻撃したいのに攻撃できないっていう、歯がゆさが、 ミソなんですよねで。特にね、僕お気に入りはですね、爆走している車内の中で、キャムがもうこの警官が常にもう瀕死な状態なわけですよ。そしたらもう内臓を切って、ここで今すぐ手術しないと破裂しちゃうっていう時に、キャムの元カネがですね、外科医かなんかやってるんですよ。 だから、ゴルフかなんかやってる時に電話つないで、大変な今、助けてくれないから私、その外科の手術はあんまりやったことがないからさ、おじゃ、ちょっとカメラモードにしてくれって。まあ、遠隔で、リモートでですね、オペ手術をその人たちの指示通りにやるってことですね。だから ものすごいスピードでこのなんなのってカークションやってるわけじゃないですか。そしたらもう手元狂ったらもうメスでブスって切っちゃうんじゃないですか。だから30キロの落としですったら急に30キロでトロ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 走り出すんですね。そしたら周りの警官隊もなんだなんだ今これ死日中だからトロトロ走ろうって。みんなトロトロ走るっていう、もうね、わけのわかんない展開がね、えー、あるんですね。で、ところがね、やっぱり、 あの、フェイスタイムみたいな遠隔だと、うまくいかないじゃないですか。そしたらもう、ブスーンってなんか、やっぱメスがなんか刺さっちゃって、内臓が破裂したんですね。やばいって言ったら、そこにあるクリップで塞げってクリップでさぐっていうね。ほんまに頭がおかしいのか、お前たちはっていう展開で。早く下ろしてやれよっていうんですけど、全然降りないんです。はい。そこもね、ワクワクしますね。だから、以前あの、アマゾンプライムで、トゥモローボーっていう映画を僕ね、 本当にあの頭の悪い人たちがあのね人類側でいてエイリアンと戦うっていう映画紹介しましたけども本当にねここに出てくる人たちもですね全員頭が悪いっていうのがもうたまらない感じですねはいそして3番目の3つのポイントやっぱりね乗り物パニック映画ってのは面白いなとあの冒頭でも言った通り映画館と乗り物って非常に相性がいいんですよねでかつてもね例えばじゃ車系で言うとスピードあとボンボヤージュっていうスピンの映画もありましてねあの ブレーキが効かなくなっちゃう車の映画でしたね。それからあとタクシーっていうリュックベストもありますし、それから電車で言うとですね、新幹線大爆破、新幹線ファイナルエクスプレス、アンストッパブル。もうとにかく地下鉄が爆弾積んで走ってるとかですね、新幹線で限られた空間の中でゾンビが出てきてどうしようみたいな、やっぱりね、ワンシチュエーションのこう密室劇なんですよね。 ゴールが見えてるから、すごく安心して見てられるのが、この乗り物パニック映画なんですけども、本作はちょっとひねりをですね、加えた、救急車という設定を使って、カーチェイスをするっていう、非常に変わったですね。ただ僕は、先ほどね、ちょっときつい言葉も、バカなんじゃないのっていう、言いましたけど、ただこれは愛のあるバカなんじゃないのっていう、本当にこのマイケル・ベイっていう監督はですね、 頭が悪いっていうのを褒め言葉として僕は最高な、そして最高でおバカな映画だったなというのが一番の印象ですかね。はい。ということでこのアンビランス、本当ね劇場でこれこそ見る映画だと思ってます。あのネットフリックスのこんなちっちゃな画面で見るとかじゃなくて、やっぱり大スクリーンで、僕ちなみにねこれ見たのがね、えっ、ー、とコレド日本橋っていうところで見たんで、えっ、ー、とドルビーアトモスのシステムを使った40何個のスピーカーがある環境で見たんですよ。で、 音かなり注目して聞きました。めちゃくちゃいろんなところからいろんな音がしてました。傑作です。ということで、ぜひね、まあ、ポップコーンムービーです。頭を、もうね、偏差値が2時ぐらい落ちる映画ですけども、えー、頭をすっからかんにしてですね、ご覧いただきたいと思っております。この動画が面白かったという方は、チャンネル高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。週末、日曜夜9時からは、生配信もやってますので、みんなで映画語りましょう。それでは、次回もみんなで、シネマティーク